なわけで、虫岡大樹3度目の石垣島にやってきました。今回泊まらせてもらう施設がですね、こちら。石垣島のカビラの方にあります、クラブメッドさんで、今日は宿泊させてもらいます。なんとここの敷地内、昆虫とか生き物もすげえ豊富で、この時期敷地内を散歩してるだけでヤシガニに出会えるらしいです。いや、マジ時間があったらプールとかも入りたいな。お部屋にやってきました。お、やべえな。南国やんけ。この部屋一人で使っていいの？うわぁ、じゃあこの庭にヤシガニ歩いてきたりするんかな。お、あそこにキンカメいんじゃん。キンカメの成虫がいるよ。これ、ミヤコキンカメムシですね。石垣島で有名なのは、七星キンカメムシっていう綺麗なカメムシがいるんですけども、ちょっと似てるんですけど、こいつは違います。ミヤコキンカメムシ。七星キンカメムシよりも小型ですね。テクサ。お、あっこに綺麗な蝶がいる。あれね、岩崎タテハモドキっていう蝶らしい。羽の内側のオレンジが綺麗な。枯葉にも見えるけど、すげえ綺麗な色してる。岩崎草ゼミの鳴き声がする。いたいた。岩崎草ゼミ。すげえな、沖縄の身近な昆虫探すだけならホテルの敷地内で全然済むな。ほら見て、これ日本最小のセミです。岩崎草ゼミ。岩崎草ゼミおった。あー、やばいな、なんかいる。なにこいつ、うねうねしてる。うわ、めっちゃ目あるやん。目は2つだけでいいのよ。背筋スズメにパッと見似てるけど違うね。うわ、少女漫画みたいな目でこっちを見るな。チャオに連載するぞお前。じゃあ飯にしますか。バイキングでございます。うまそう。寿司ですよ。おーちゃん、マグロ取りすぎやろ。マグロ好きなんで。化け物を摂取しないと、いざ化け物に遭遇した時負けちゃうんで。さあではね、夜になったんで、クラブメットさんの敷地内で生き物を探していきましょう。この梅雨時の石垣島ってやっぱり夜が面白いんですよ。ヤシガニ見れなくても面白い昆虫いっぱい見れるんじゃないかな。あ、シロオビアゲハが休んでます。蝶々はこうやって夜はね、森とか木の葉っぱに捕まって休んでいますね。シロオビアゲハ。お、ここ、ツユムシ系のやつがいますね。これ、大東クダマキモトキですね。沖縄本島でも見つけたことあるけど、石垣島にもいるんやね。ヒメクダマキモトキぐらいの大きさですね。こんなもん。大東クダマキモトキ。巨大先島平田の死骸が落ちている。でかこれ。でか死んでますけど、7センチぐらいないっすか、これ。ホテルの敷地にこれおんのは激アツすぎねえか。うんすよ。このサイズ落ちてるな、ロマンあるな。ワンチャン明かり飛んでくることあるんじゃないですかこれ。あ、確かに。ホテルの部屋のベランダに飛んでくる可能性あるんじゃね。通路とかに落ちてる可能性ありますね。やばこんなおるんや、ここ。これまともに石垣の森探しに行ってもこんなサイズ出会えないですから、ね、なかなかいないっすよこんなの。やべえわ。ナイトプールやべえ。我々は今から山に行かないといけないのでプールお預けです。プールで泳いでる場合じゃないんですよ我々は去年石垣来た時に南オカガニっていうクソでかいカニがうようよしていた場所に行きます。どうしたん？ゴミに大量のオカヤドカリが群がってます。え、これ全部オカヤドカリ？オカヤドカリ。やば。食べ物でも入ってたのかな。なんかビニール袋にめっちゃヤドカリがたかってます。すごいな、なにこれ。やばい、これみんな全部ヤドカリだよ。てなわけで巨大ガニ探しに来ました。いるとこにはね、耳を澄ませばバキバキバキって音がするんですよ。痛い痛い。まだちっちゃいけど。おった。なんか食ってる。南オカガニが。南オカガニがなんか落ち葉食おうとしてますよ。ほら、おるおるおる。これこの辺りいっぱいおるんじゃないですか。あ、カニいた、カニいた。あ、おっきいおっきい。でかい。でかい。でかい、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 でかい。よっしゃ、よっしゃ。おー。うわー。へっ、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 へっ。うおー、すげー。でかい、でかい。でけー。しっかりしとる。こいつはでかいぞ。おっきいですね。巨大オカガニだ。うわ、でかっ。やば。意味わかんないですね。こんな挟まれたら指がなくなりますよ。ほんとに。なんか食べてもあんまり美味しくないらしいですね。ここら辺のアダンとかボリボリ食ってますからね、こいつ。もっと重ねると思うんですけどね。あ、もっと大きいのいますね。ねえ、ちょっと行ってみますか。あ、いた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 。でかいでかいでかい。あ、ここにいるわ。あ、そっち。うわ、これじゃあ2匹いる。2匹おる。あぶねえ、あぶねえ。おらよっしゃ、でかい。こいつはでかいぞ。ハサミがめちゃくちゃでかい。うわ、危ない。よう持つわ、ハサミなんて。危ない。この爪もやばいですよ、この足の爪。ねえ。この爪、鋭い爪。あ、こいつはオスですね。このふんどしの形が三角形なんで。本当だ。鋭い三角なんで。ほんとだ、これオスのお腹してるね。これはオスだ。今年もでっかいカニ捕まえました。やったじゃあな。うわ、怖い。でっけえな。というわけで石垣島の林道を歩いていきます。さあ、日の丸コロギス出るか。まあ、5月中旬やからね、日の丸コロギスちょっと早いんだけど、成虫発生ももう確認されているらしいんで、出てもおかしくないという感じですね。おお、ずんぐり馬や。これ皆さん名前の通りですね、ずんぐりしてるかまど馬です。ずんぐりしてて後ろ足が短めですね。あと他のかまど馬よりもなんかこうフォルムが丸っこくて可愛らしいんですよね。
サソリモドキいるやん。なんか食ってんなこいつ。台湾サソリモドキですね。虫がもう去年捕まえてきたやつ飼ってたんですけどもね、つい最近死んでしまいました。1年近く生きてくれましたね。サソリに見えますけどサソリじゃありません。刺激するとオスの匂いを出しますけれども、まあなんか食べてるしほっといてあげよう。見てくださいよこのムカデ。あ、怖っ、びっくりした。でっかプリプリの巨大ムカデいましたよ。ハブムカですね。ハブムカデ、もっとでかいのがいますけど。おー、いた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 。ほら、おっきいね、これ。八重山朽木コオロギでございます。石垣とか西表に住んでますね。コオロギっていう名前がついてますけど、これ正確にはね、樹状性のマツムシの仲間ですね。コオロギっていう名前がつく中では一番大きくなるコオロギでございます。ほら、この大きさ、おっきいね。ほら、墨流しいる。めっちゃ綺麗、墨流し。綺麗。沖縄って住み流しいるんや。ね、林道の樹液とかに集まる蝶ですね。渓流沿いとかに多いって聞きます。おー、石垣森バッタがいました。そう、石垣島の森バッタはこのようにね、黄色くて綺麗な色になりますね。あと、大きいですね。与那国と沖縄は、メスの羽が短いんですけども、石垣と西表はこうやって羽が長くなります。石垣森バッタ。なんか今、樹上からセミが落ちてきた。ちっちゃ！これ何でしょう？でも、春ゼミとか、ヒグラシとかそういうのに近い仲間ですよ。うん、ヒグラシっぽいですね、模様が。そうっすね。かわいいなぁ。ライトも焼きて押してきたんだね。痛い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 、ほら、いた！すげぇ！このマルコロギス。この子ちょっと成熟してて、足青いね。メスです。うわ、すげぇ！日の丸いるわ、この時期。いやぁ、見てこれ。かっこいいなぁ。もう無償化の動画にはね、去年から散々出てきてるかもしれませんが、日本最大のコロギスでございます。石垣島と西表島にしか生息してません。名前の由来はここ。おでこの日の丸模様でございます。この褐色の体もこの飴色に輝いてるみたいでかっこいいし、この足にね、ブルーの模様が入るのほんとかっこいいよな。あー、怒ってくれた。うわ、かっこいい。会いたかったんだ君に。日の丸ボタンをポチ。怒ってくれた。ありがとうね。じゃあね、ありがとう。君に出会えて本当によかった。うわー、見つけた。うわー、日の丸コロギス、しかも成熟してる、めっちゃいい色やん。でかいね。やっぱオスの方がでかいっすね。うわー、お前何食ってんねん。腹パンパンやんけ。だいぶ獲物がぐじゃぐじゃになってますね。なんだろうな、クモ食べてるんかな。うわー、すごいシーン。飼育下ではね、こうやって他の昆虫食べたり昆虫ゼリー食べたりするシーンは見れるんですけれども、野生下でやっぱりこうやって何かを捕らえて食べてるシーンってなかなか見れないよね。こんだけお腹パンパンやったらほんと死ぬぞお前。こういう肉食系の昆虫って過食するとたまに死んじゃうんでね、お腹カッチカチになって死んじゃうからな。お前あんま食べすぎんなよ。そうなんですよ、この日の丸コロギスってね、成熟するとこうやって足とかお腹とかもどんどん青くなっていくんですね。まあオスやから早めに発生したんかもしれないですね。すごい色になってます。いやー嬉しい、感動だわ。石垣島来てよかったー。でっけー、大ヒキガエルですよこれ。アカンはおったら、石垣島で大繁殖してる外来種でございます。こいつによって貴重な在来種がたくさん食べられてます。本当に深刻な問題になってますね。いやー、ヒキガエル自体は素敵な生き物やねんけどな。俺も大好きやねんで、ヒキガエル。でも日の丸コロギスとかも多分食べられるからな。できたら石垣島からはもういなくなってほしいけど、手のつけられないぐらい増えてしまってます。石垣島遠征初日が終わりました。もう夜中というか朝です。明日は11時45分集合なんで、11時までは寝れます。おい、11時寝すぎやろって思う人いるでしょ。もうすぐ5時なんだよ。おはようございます。石垣島2日目でございます。梅雨時期ですけれども、とりあえず雨は降ってないですね。でもなんか風が強くて曇ってはいる。これはもう梅雨の石垣では仕方ないですね。まあ、だからね、ちょっと今回お昼の虫はなかなか見にくいかもしれませんが、夜の生き物はやっぱり梅雨の時期は暑いんで、そっちに期待しましょう。お、朝からお庭には長崎アゲハのメスが飛んでます。おー、おはようございます。おはようございます。おはようございます。じゃあ昼飯や。我々のランチですよ。お前ハンバーガーはええな。ええもん食ってんなお前。いや、あったやん。し、あーベッド超えようぜ。あかん。熱帯の山だな。マレーシアみたい。行ったことないけど、巨七節がいました。うわでげー。巨大七節、八重山尖り七節ですね。頭からケツの先までが11、2センチになる。長さでは日本最大の七節でございます。いや、この七節の顔って可愛いな。なんかディズニーっぽいよね。ふわー、でか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 。トラ、あ、いるよ、おーちゃん。いる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 。何がいます？先島平田だ。
マジで下におる。うん、ちっちゃいの来てる。あ、本当だ。あ、ちっちゃいけど、おった。いましたよ、先島平田クワガタ。取っていいですか。はい、捕まえちゃってください。おら、おっしゃ。あ、痛い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 。大丈夫ですか、後ろさん。痛い、あ、痛い、わかった、ごめんごめん。地面に置きましょう。ごめん、痛い。うわ、外した、よかったよかったよかった。ちっちゃいけど、もうここにはいるってことですよね。この匂いに寄せられて。先島平田、日本最大級ですね。まあ、7センチ超える大きい平田でございます。お、石垣森バッタいましたね。黄色くて目が大きくて可愛いね。お、石垣蝶が飛んでます。お、止まった止まった、綺麗な。この羽の模様が石垣に似てるから付けられた名前らしいです、石垣蝶。うわ、みんな見て、ここ蝶がいっぱいいる。すごいっすね。ここの花の蜜吸いに来てるんですね。八重山カラスと奥がジャコかな。ジャコです。うん。こっちが琉球アサギマダラですね。あー、でもボロボロだ。みんな花の蜜を吸いに来てます。あー、南の島だな。蝶がいっぱいいる。この蝶々綺麗な。何蝶だろう。背中に白い帯が入ってるんやけどね、ちょっと紫っぽいんですよね。すごい綺麗な蝶。じゃあ2日目は日本食にしました。米が食いて、もずくの天ぷらっすね。マジ見てこれ、でっかこの台湾クツワムシ、クソでけえな。頭から羽の先までが日本最大のキリギリスでございますけれども、あのね、沖縄本島で見る台湾クツワより全然でかい。秋に成虫になって冬も生息しているんですけども、ちょっと活性が落ちて春に繁殖活動を行って死んでいきますね。よく無償化が来るまで生き残ってくれたおばあちゃんだね。もっと子供残してね、また会おうぜ。うわー、ここでっけえ小羽いる。しかもめっちゃいい色してる、こいつ。この小羽コロギスいい色してるわ。確保しておこう。八重の子、八重の子。あ、ほんとだ。うわー、すげえ。八重山ノコギリクワガタです。みんなノコギリなんて何がすごいねんと思うでしょう。実はですね、もう石垣島で八重山ノコギリクワガタ見るのってすごい貴重なんですよ。昔は石垣にもいっぱいいたらしいんですけども、条例で採取が禁止されてます。ですので触らずにこのまま撮影だけで我慢します。うわー、でも会えた。八重山ノコギリクワガタ。ふん。こっからなんかでっかいケツが出てんねんけど。てめえ、日本最大のゴキブリだろ。ほら、やっぱりそうや。うわー、でっけー、八重山マダラゴキブリでございます。この石垣西表に生息する日本最大のゴキブリでございます。まあ、体は茶色いですけれども、確かに見た目はザ・ゴキブリって感じで、嫌な人は今このシーン最悪やんな。あのね、俺も思いっきりつまんだけど、結構こいつの羽油ギットギトで掴んでる方も不快です。俺にとってもゴキブリにとっても不快。今俺たちは最悪のことをしています。ごめんな、お互い最悪やったな。なんか指テカテカ。うわー、でっけーゴキブリだ。これ八重山大ゴキブリとかじゃなかったかな。クワガタのメスよりでかいよこれ。うわー、すげー。これは朽木の中に住んだりする大ゴキブリの仲間と一緒なのかな。ですですです。うわ、でけー、でっけー。甲虫のサイズやんなこれ。甲虫ですよ、もう。かー、でけー。俺もね、石垣実は一回だけこいつ見たことあるんですよ。なんか木の上の方に張り付いててカブトムシかと思ったらゴキブリやったみたいなやつがおったから。でも後々聞いたらね、ちょっとレアゴキブリなんだよっていうのを聞いて、今日改めて見ることができました。うわー、みんな見て、あそここっち向いてるー。先島ハブでございます。沖縄本島とか奄美のハブほどね、毒は強くないんで、噛まれても死ぬことなんて滅多にありませんけれども、まあ噛まれない方がいいよね。おー、みんな見て、綺麗。八重山カラスアゲハが寝ております。すごい綺麗ね。このね、八重山地方に住んでるカラスアゲハは緑が強くなるんですね。めちゃくちゃ綺麗な色してる。夜はこうやって林道の葉っぱに泊まって休んでるんですね。画面で見るより生で見た方が圧倒的に綺麗。なぜ伝わらん。めっちゃ綺麗。ちょっちゅねー、具志堅じゃん。元気？手なわけで石垣島で2日間過ごしましたけれども、石垣島を出ます。この船に乗ります。意外とちっちゃいな。到着したぜ。手なわけで石垣島からフェリーに乗って西表島の大原周辺に着きました。おい、地図見ようと思ったら半分破られてるやんけ。おい炭治郎、誰が破ったんや。さあ、というわけで西表島、まずお昼に下見に行きます。我々が探してるのは海沿いのアダンです。てなわけで車を走らせて海沿いにやってきました。西表島に来て狙いたい昆虫は日本最大級の七節、ツダナナフシでございます。
海沿いに生えてるアダンっていう植物についてるんですね。スダナナフシはこのトゲトゲの植物アダンを食べます。まずはじゃあ食根探しましょう。ナナフシは夜行性なんで夜になったら上の方に出てきて多分葉っぱ食べたりすると思うんですよね。これ見てこのアダン、トゲトゲの植物なんですよ。これ葉っぱの横だけかと思ったら裏までトゲトゲ。スダナナフシ見つけても簡単に手突っ込んじゃダメよ。確かに何かに食われてるな。何が食ったのはね、ちゃんと葉っぱを食べてるもんね。昼間はねアダンの根元の方に隠れてると思うんで見つけられへんよね。トゲトゲやから簡単に触ることもできひんしな。日本最大級という言い方をしたのは、実はですね長さだけで言うと八重山トガリナナフシが日本最大になります。ただ太さを入れた体積で言うとぶっちぎりで八重山ツダナナフシが日本最大のナナフシとなります。葉っぱ葉っぱを食べた跡が全然ないなぁ。なんか見るポイント間違ってる感じもするなぁ。ちょっと待って、行かないでみんな。おーちゃん待って。え、どうしたんすか、武将家さん。首が動かん。何があったんすか、ね、朝起きて髪の毛を濡らそうと思ったらパキッつって、そっからね首が動かないんですよ。多分ね昨日日の丸コロギスをこう見上げすぎて、はい、首の筋がおかしくなったんです。みんなゆっくり行こうね今日、はい、今ねちょっととある情報をゲットしてツダナナフシを見たことあるというところに行ってみたいなと思います。僕ら今海岸沿いを探してたんですけども、ちょっと内陸に入ってもいるんじゃないかという説が出てきました。ここら辺のアダンという風に聞いてきたんですが、うわ食われてる食われてる、ほんとだ、ある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 、めちゃくちゃ食痕ありますね。ここ、これはおるわ。ほらみんな見て、これアダンかじった跡だよ。もう昼間はね多分この中で休んでんのよな。その情報をくれた人もやっぱ夜にならないと見つからへんって言ってた。今回の宿泊先でございます、ラティーラ。バルコニーついてんじゃん、いいね。てなわけで八重山ツダナナフシのポイントに帰ってきました。ツダナナフシ出てるんでしょうか。もう俺首痛すぎて冷えピタ張っちゃった。出てきてないかな。バッタ、君はアダン食わないでしょ。怖っ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 。うわー、また見上げてると首がいかれる。俺本州帰ったら首取れてんちゃうか。あの木の上でバキバキ言ってると思ったら、あれヤシガニじゃ、あ、ヤシガニや、ヤシガニや。めっちゃ高いとこ登ってるよ、あいつ。あの木の上でヤシガニがアダンをハサミで切り取って食ってます。そしてヤシガニが落としたアダンの切れ端を下でヤドカリが食う。サルカニ合戦か、いや、カニカニ合戦か。ねえ、あれでしょ。いた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 。ちっちゃいけどおる。食ってるー。これこれこれですよ、我々が探し求めていたのは。あ、お前奥にもいる。いたじゃん、すげえ。まだ幼虫だね。でもシガが見え始めてるからアシューレイぐらいかな。うわー、木の高いとこに2匹ついてます。うわ、見れたわー。ちょっと手元に下ろしたいね。とりあえずこいつは引っ張れる。じゃあちょっと引っ張ってください。一応下で網構えといてください。引っ張ります。あ、気づかれた気づかれた。逃げようと、逃げに入ったが逃げられると思うだよ。うい、入った入った。ちょっとねまだちっちゃいですけど、八重山ツダナフシを幼虫やったー、捕まえた。チョコエッグのフィギュアみたいやな、こいつ。すげえ綺麗な色してる。成虫になるともっとね深い緑色になるんですけども、幼虫こんなに黄緑色してるんだね。いや、他のナナフシと全然違う。体がごっついわ。いや、成虫見たいけどね。ちなみにね、ツダナナフシって威嚇すると白いミントの液体を吹き出します。いけ、危ない危ない。出た。うわ、ほらほらほら、イグルザーってついた。ちょっとこれ匂ってもいい。うわー、めっちゃミントの匂いがする。入るか入るか入るか、入ってくれ。おー、しぶといねこいつ。おー、しぶといね。出た、出ていっちゃってください。オッケー、落ちた。武将家さんの腕で落ち着いてるじゃないですかね。わー、あー、登ってきたどこ行った。袖の中入ってません。やだー、あー、脇が。誰かは着替えね。もう憧れの虫やったんよね。日本の昆虫図鑑とか開いても、沖縄にいる虫って言ってこいつのね実際のサイズがどでかく載ってるんですよ。こんなん日本おるんかよって子供の頃は思ってたけど、大人になってそれを見に来ることができました。見て、顔めっちゃ可愛いねこいつ。綺麗な色してるわ。できれば成虫が見たいけどね。しゃあ、今回もやりました。ツダナナフシおった。おい、ナナフシ、ナナフシ、ナナフシ。うわー、違うやつよ。あ、違うやんけ。紛らわしいの。アダンにつくな。うん、大きい、あれ大きいな。大きいね、あの子は。届く網とか、網入らんぞ、この5メートルの網出す。手が届く。あっちでかい、あれ成虫じゃない？え、嘘、どこどこどこ。マジ？おー、でけえ。あれ成虫ちゃう？成虫だー。成虫おる、成虫おるやん。よし、あいつ頑張ろうか、はい、俺たちの動画のクリック率がかかってるんだ。あれサムネにして、サムネ降りてこい。余裕ではない。さすが5メートル。俺下におろうか。よし、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。とりあえず虫よか、一応真下あたりにはいます。とこっちからは見えねえけど。あ、う、う、どうや、入ったか。入った、わからんわからん。やったか。やってない。やってない、やってない。 やらかした。落としたわ。え、落ちてきてないぞ。おそらくこっちには落ちてきてない。
無償化ズーム。上にあ、ちゃう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 。おる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 。さっき網振ったところの表側に足が見えてる。これ。そうや。これ足だよね。絶対そう。あれか。わかった。わかった？見えた。表側に逃げたんだ。じゃあ俺下行くよ。はい。それを揺するしかねえな。落ちた。拾ってください、虫岡さん。いやー、びちょびちょ。うわー。あ、ちょっと待って。引っかかった。大丈夫ですか？大丈夫か？でかい。よっしゃー。やったやったやった。やった、でかい。でかー。でけえ。なんじゃこれ。取れたやったでかいでかいでかい。やばいやばいやばい。これが八重山ツナオシの成虫です。これが大人のサイズです。迫力が違うわ。うわぁ、でっかぁ。うわぁ、やば。でっかぁ。日本の昆虫じゃねえよ、この子。八重山津田七不死でございます。みんなね、成虫撮影してる人夏が多いから、夏に来ないと成虫見れないかなと思ってたんやけど、無事見つけることができました。しかも羽を見る限り、まぁ、ちょっと羽化不全かなという気もするけど、でも、昨日、おい、変なとこに蚊止まるな、ボケ。こうやって、アダンの木について、アダンの葉っぱを食べる昆虫でございます。ちょっとデカめのナウシ持ってきましたけども。これ面白いっすよ。見てよ。長さ同じやのに、太さが全然違う。これ見てわかるでしょ、みんな、怪物感。もちろん、これはね、買ってみたいけど、アダンという植物は、沖縄とか南西諸島に生えてる植物です。本州には生えておりません。まあ、アダンを買って家で栽培すれば買えることはないんですけれども、で、こうやってね、かっこよくて希少な昆虫なんで、結構最終圧で減ってるなんて噂もあります。ですので、無償化買うのは遠慮しておきましょう。いやー、これに出会えるのは最高に嬉しいね。成虫も見れた、よかった。さあ、次の日改めてちょっと明るいところで撮影し直させてもらってます。すげー色味綺麗でしょ。でもね、虫岡がね、昆虫館で見た時こんな綺麗な色してなかったの。どうやらカマキリとかバッタと同じように飼育すると黒っぽい色になるんだって。多分太陽光とか風通しとかそういうのが関係してるんじゃないかなと思います。だからこの色は天然物じゃないと見れない津田七不死の色なのかもしれません。この八重山津田七不死は台湾とかに住んでるんですけども、卵を海流に乗せて生息域を広げたと言われています。八重山津田七不死の卵は海水につけても孵化率が下がんないらしいんです。そしてなんなら海水につけると卵の期間が長くなる。つまり海流に浮いている間は孵化することなく、島に漂着してから卵が孵化する、そういう海流分散へ適応した昆虫といえますね。ちなみに七不死の多くってメスが単位生殖って言って、交尾をせずにメスだけで増えることができます。八重山津田七不死もメスだけで単位生殖ができるそうです。でも多分何万分の1の確率でオスとかも生まれてくるんでしょうね。オスの津田七不死はもしかしたら羽が長いんかな。見てみたいな。いやー、改めていい昆虫だ。出てきてくれてありがとう。西表島2日目のお昼でございます。おちゃん、バケモン取りましょう。でかいの取りましょう。おー、いた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 。西表森バッタだ。うわ、めっちゃ綺麗ね。黄色、黒、赤、青が入ってる。口脚の先がこの個体は赤いですね。口脚がね、半分青くて半分赤い。うわ、カラフルな個体、かっこいい。お、スジグロカバマダラかな。南西諸島に来ると見たくなる蝶ですね。スジグロカバマダラ。センダングサの花に興奮をさせてます。センダングサって美味しいんか？何が取れたかな？めっちゃ綺麗でしょ、これ。沖縄蝶トンボって言いますね。別名ね、別光蝶トンボとか呼ばれたりしますけれども、よく見ると本州であのギラギラしてる蝶トンボと羽の形は一緒よね。この羽の模様は沖縄のもまた別で綺麗ですよね。蝶トンボっていう名前の通り、俺らの頭上をひらひらと飛んでました。そうそう、奥行った、奥行った。奥で飛んでると思う。お、入った？入った。ディアン。八重山カラサゲハ。ボロボロだな。八重山カラサゲハもっとね、新しい個体はもうギラ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 輝いてるんですけども、もう鱗粉もだいぶ剥げて後ろ羽もボロボロです。すごめんねー。あ、大塩からトンボいるじゃん。取れた。大塩からトンボ。綺麗な。塩からトンボと違ってこのブルーが強いですね、大塩からトンボは。羽の付け根まで青いね。なんか塗装失敗したみたいになってる。大塩からトンボが、痛い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 。大塩からトンボ。おった。ミカドアゲハ。青筋アゲハかと思ったら、この南西諸島で早くて青い大きい蝶はね、青筋アゲハ以外にもミカドアゲハがいます。本州とか四国で取れるミカドアゲハって、どっちかというとね、羽がね、白っぽいんですけども、南西諸島のはこのブルーが強いんですね。あら、あなた足そんな風にして畳むの？本州ではなかなか取りにくい蝶ですけれども、南西諸島に来たら意外といっぱいいます。ミカドアゲハ！おった！うわ、天気いいな！あっつー！日焼けしますぜ。これは、いや、日焼け止め塗ってるんで大丈夫ですよ。多分。あ、いや、糸かな。糸トンボでしょ、これ。え、めっちゃ綺麗。オレンジに黒の島が入って、後ろ羽の半分だけ黒い。これはクリムゾン糸トンボと名付けよう。
ダサ。和名は適当につけてもいいか、クリムゾン糸トンボにしとくか。ダサ。じゃあなんならいいの。マグマ糸トンボ。ファイアードラゴンフライやろ。入り表ファイアードラゴン。いけ。逃げたか。よっしゃ、ナイス。なんだろこいつ。なんだ今度は。見てこの赤トンボ。なんかね、真っ赤っかでもないし、怪しい色してる。紫みたいな色してる。縦に見るとね、お腹が太いんですよね、ほら。ちょっとね、この林道上がってきて水辺が多くなったところにいました。じゃあ逃がしてあげよう。ありがとうね。いけ。よっしゃ。取れた、取れた。取れた。でかいの取ったぞ。ない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 。サキシマヤンマっていうトンボだって。ちょっとね、林道上の方上がってきて、近く渓流があるから、その近くにいるトンボなんかな。サキシマヤンマ。でもこのトンボもかっこいいわ。というわけで、このゴーグルは海に潜るゴーグルです。おーすげー、海だー。今日王ちゃんと一緒に沖縄でお揃いのシュノーケル買いました。おそろっすよ、ゴーグル。この蓋の色で見分けられますね。これで取り違えが防げるはずです。よし、じゃあ白のを使うと王ちゃんの加えれんのか。なんか気持ち悪いなー。ガガガガガガガ。すごいすごい、人魚姫だ。人魚姫がいる、捕まえろ。捕まえろ、よっしゃ。さあ行け行け、人魚姫だ。うざいって。だるまって。もう口悪い、この人魚姫。あ、こいつ。あ、次元。ほら、やったな。全然解説できひんわ。ショッピー。みんな虫岡の動画は基本的に生き物を映しながら解説すると思うけど、喋れません。なんかおるんか。いない。いないんかい。いないわ。あの人魚姫の後ついていきましょう。確かに口悪い人魚姫の後。ブリスズメダイの群れだ。いけんのか。入れ。引っかかった。入った、すげー。ギリ引っかかった。こいつでかかったんだ。ちょっとかわいいですね、スズメダイ。かわいいな。綺麗ですね、色が。綺麗です。すごいブルーだ。あんまり美味しくなさそうな色です。確かに。おー、人がいっぱいいる。おー、ほら、こら、ブリスズメダイ、なんか強そうな、ほら、あるな。ただだだ、ただだ。やばっ。え、ない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 。うわ、なにこのえぐいナマコ。うわ、どんな感触ですか。うわなにこれ。温泉とか銭湯やる足つぼ押すやつよ、これ。やば、この模様。スポーツ用品店で売ってるやつみたいな色してる。スポーツデポでこんなんあったやろ。裏側はドゥルドゥル。裏側はやっぱナマコの裏側してますね。極秘動物の裏側だ。うわー、ぬめぬめうわー、ぬめっとる。おい、なんか岩の先から青いのが出てる。2本同時に引っ張ってみよう。うわー、うわあ青人で虫岡大輝の大2匹でスターミー。砂浜からめっちゃ歩いてきました。ここまで全然歩けるんですけども、あそこから海が深くなります。ここをリーフエッジと呼ぶそうで、この周辺には生き物多いそうです。おちゃん、どうしたん。うんち。え、それ岩じゃないの。うんち、ナマコやつ。やばっ。うわー、うわ、でかいでかい。おーちゃんの方に転がしたろ。やめろ。おら、汚い汚い汚い。おい、誰や、うんこしたん。うんこ、おしるちが、うんこ、うんこ。うわ、うんこや。おもらししてる。うんこがおもらしそれ。いったね。これやばい。なにこれ。いずれさ、なんかやばそうな、ウニなのか人なのかわからん食肥動物がおる。それまんじゅう人でだよ。これを探しとったんか、イグルさん。まんじゅう人で。え、触っていいの。マジで。え、じゃあ触ってください。うわ、ほんまに撃たれてるじゃん。よっしゃ。なんかメロンパンみたいじゃないですか、この表面。メロンパンとか言うな。メロンパンでしょ、これ。メロンパンとか言うな。でっけーやべえよ、この大きさ。なんじゃこれ。なんかイグルがウツボ取りたいんだって。行ってみよう。この石どかしますね。怖い。やばい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 。こっちがおっちゃんになって。これでつく。すごいやろ。やばい。ほら、トグロ巻いてる。うわー、ウツボだ。やばい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 。でかくね。でかいでかい。でかいでかい。頭で取る。おっしゃ、入った。よっしゃ。やっば。あったあったあった。はあ、なんじゃこのウツボ。ウツボってこんなガサガサで取れるんやな。夜とか結構動いてますよ。かわいい。これ指なくなりますよ。いやー、やば。肉が骨だけになります。そんな顎強いんや。でもうなぎより太い。肉厚。うまそうだね。美味しそうだよ、君。
蒲焼きにしたらどんな味するんだろう。3人が3人食べることを考えてます今。蒲焼きウツボって名前じゃないの。食べられるための名前つけるの。うわーすごい顔してる。目怖っ。目いってもうてるなこいつ。でも美味しそう。かわいいウツボ。僕らがね海に入り始めた頃はまだここ海水がいっぱいありました。しかしだいぶ潮が引いてもうこんな感じですね。ウツボも最初はある程度深いところにいたんでしょうけど時間が経って取り残されてしまったんですね。あの体のサイドについてるのがエラブタ。あっこから水が出てるらしいです。見てよみんなこれこのサイズ、うん、やっぱ70センチぐらいだね。ハブを触るイグルでもこれは触れない。いやー指なくなるね。向かっていきます。せっかく道作ってあげたのに。うわすごい。こっちだこっちだ。おいでおいで。よしよしよし。おニョロっといった。ニョロっといった。おいでいた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 。よっしゃ行くぞ。こっちこっちこっち行くぞ。こっちこっち水に出るぞ。よし水に入るぞ。よっしゃ水場に入った。よしよし。うおおやばい。ごめんね長かったね。ありがとうね。バイバイ。おあそこにカニいる。めっちゃすばしっこいカニいますよ。なんだこいつ早っ。早いっすよそれ。早っ。早い。技を借りるぜセンチャーシュ。よっしゃー。なんじゃこのすばしっこいガニ。マッハガニですよ。マッハガニ捕まえた。早いなこいつ走んの。しかし俺よりは遅い。この地球上に俺がいなかったらお前がナンバーワンだった。じゃあな次会う時までにせいぜい磨いとけよ。さあ石垣西表遠征最終日でございます。最終日いい生き物に出会えるでしょうか。さあ西表島最終日夜の林道やってきましたけれども、うわーよく見ると体の横が濡れてますね。あれね口から水を出してエラ呼吸するらしいですね。あの水を循環させないとこいつらは呼吸できなくて死にます。カニシャン。虫岡の大好きな日の丸コロギスも石垣島と西表島にいるから一応西表にもいるはずなんよな。どうやら石垣島よりも西表の方が出会いやすいと言われてますけれども今回石垣島では出会えてますが西表島では出会えてません。大花咲きガエルだ。これサイズ感伝わらないかもしれないですけどかなり大きいですね。近づいたら飛んじゃうかな。ほらこんなサイズ。こんなサイズだよ。大きいね。ほんでお前なんで逃げないの。おい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 。すげー木の上に土の塊が。これどうやらシロアリの巣らしいですね。高砂シロアリっていうシロアリの巣らしいんですけどもなんかいなさそうですね。もう出終わった巣なのかな。お臨床にでっかいかまど馬がいます。これ八重山マダラ馬というかまど馬ですね。石垣島編でも出てきたかな。南西諸島にはね大林馬っていう日本最大のかまど馬がいるんやけどそれはね秋にしか発生してこないんですよ。だからだいたいこの時期に石垣西表ででかいかまど馬見たって言ったらだいたいこいつだね。八重山マダラ馬。お金人手長エビいるじゃん。食いてえな。金人手長エビはね与那国島編で食べてるのでもしよかったらそっち見てください。美味しかったんだよ。こんなとこに大きいカニいる。こいつでけえな。あなた右のハサミどうしたの。なんかと戦ったんかな。誰やうんこしたん。うんこじゃない。ナメクジや。この子足ひだナメクジっていうナメクジのようですね。足ひだってことは足がひだひだになってるんか。足ひだナメクジは足をあー足ひだか。でもこうやって見たらナメクジって本当に貝なんだね。そうナメクジってね陸生の貝類なんですね。貝をなくした貝類。こうやって見たら美味しそうやけど絶対生食すんなよ。誰やうんこしたん。うんこじゃない。ハブや。先島ハブ。やばい。あ、怖い。王国の軍。バカ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 。わあ、このガーなんじゃ。おっきいし、ムクエコの葉にしてはなんか、上羽の色も違うし、下もなんか焼き鮭みたいな色してる。なんじゃこいつ。おー、捕まえたツマゴロゼミ。綺麗しちっちゃいね。可愛いサイズですね。2センチぐらいでしょうか。これ昼間ね、結構泣いてたんですよ、この辺りで。正体はこいつでした。でも気の高いところで泣くから捕まえられないんですよね。そうなんですよね。今は夜で暗かったんですけれども、我々のライトの光に向かって飛び降りてきてくれました。やべえ、これ全部セミの抜け殻よ。すげえ、めっちゃ抜け殻ついとる。赤木の木。赤木の木につくんですかね、ツマゴロゼミは。ほら、浮かしてるじゃん。ほんとだ、浮かしてます。すごい。この木からたくさんのツマグロゼミが生まれてるんですね。誰やうんこしたん。違う、ハーブや。おいた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 。木の裏回り込んだね。おーいたー。メスだねこっち。見てここ青い足が見えてる。あこっちオスじゃん。この日の丸多分さっきのメスのタッピングを聞きつけてここまで走ってきたんやな。西表の日の丸コロギス。やりました。西表日の丸。うわーちょ今俺ちょっと噛まれたんやけど。あっぶな。ボタンポチ。やば。
すげえ、これはメスですね。産卵管がニョッキッと出てます。ね、さっき向こうにオスがいたんで、多分このね、メスのこと追っかけてきたんじゃないかな。なるほど、やりましたね。やりましたね。入り表でも見れた。おい、マジかよ、コバネコロギ救われてる。もう、なんでコロギ救うの。おー、すげえ、ヤシガニや。こいつ、オレンジの色入ってますよ。あー、ほんとだ。ちょっと夜中にで見たやつとカラーリングが違う。イリオモでね、ヤシガニ何匹か見てるんですけども、こんな路上に出てきてんのいなかったっすね。木の上に登ったり、アダンの実食ってたり、そんなやつばっかりやったんで、あんまりじっくり見れなかったんですよ。よかった、見れた見れた。怖っ。やばい、危ない。ね、威嚇してくるこいつ。さあ、それでは西表島最終日、船に乗るまで1時間弱あるので採集しに来ました。ギリギリまでやるんかい。見た、いた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 、クロカタゾウムシだ。俺ら出会えなかったんすよね、石垣でも西表でも。ねえ、来ましたよ、世界最高の昆虫。あ、どうした、これ死んでる。え、嘘。あー、死んでる。世界で一番硬い甲虫が。世界で一番硬くても病気には勝てなかったようだ。死から逃れられないんですよ。寿命かもしれないですよ。もしかしたらこれ寄生されて死んだのかもしれませんね。バッタカビとかと一緒っすね。そうそう、まあ途中仮想ではないと思いますけど。そうかも。うわ、こっちを見てる昆虫がいる。日本最大の虫引きアブ、メスアカオウムシヒキがこっちを見てます。まあ、こうやって見たら足とかも赤いんやな。怖えな、俺は餌ちゃうぞ。まあ、昆虫とかを専門に食べるので人間を刺してきたりはしませんが、あんだけでかかったら怖い。てなわけで、西表島遠征終わりました。いや、王ちゃん、イグル、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。西表島、ありがとう。帰るぜ。